環境改善、川や海もきれいになる、畑や田んぼの作物も育つ、EM 団子の作り方。もうずいぶん前から浄化槽などの汚水や合成洗剤などで汚れた河川や化学肥料や農薬で生態系が変わってしまった池などの浄化のために EM 団子を投入して見違える環境の質を向上してきたというような実例がたくさんあります。今日はその EM 団子の作り方です。はい、EM 団子を作ります。土を入れます。ゆうちゃん、土は 8.4 キロです。 8.4 キロです。次、セラミック。セラミックは 48g です。 48g、 ね、中途半端な分量ですけど、団子60個分の分量。100個分のまた備考欄に書いておきます。はい、ぼかし入れます。だだだ、ぼかしは 1.8 キロです。今日は 1.8 キロです。1.8キロ。入れます。はい、ここでちょっと混ぜます。まんべんなく。なんかいい匂いがします。この砂、あのハウスのサラサラの砂やけど、本当はちょっとこう外の土がいいですよね。粘土状の家も使ってる土ですか？違います。あ、でもこれ団子もやって巻いてる感じですね。これいつも使ってる、ちゃかちゃちゃっちゃちゃーん、米の炊き汁発酵液2リットルプッシュー、入れます。だいたい4リットルって書いてたので、様子を見ながらまず2リットル入れますね。全然様子見ます。手さばきがいいわ、慣れてる、清流ブロックの時のように魚の餌を混ぜるように。乾いた土だったので4リットル入れてもまだちょっと足らないかもしれません。木林先生も作っております。お町さんも作ってます。このメンバーで作れたというすごい幸せな団子が並んでます。波動が高いですよ。本当に畑に埋めたり、野町さん、これ川に入れたりもします。そうなんですよ。この木曜日にね、
4年生やるんですよ。でもやっぱり材料がね、どれくらいの割合ちゃんとやってるが現場が、それが気になる。これが乾くとこんな感じでいきます。作ってくれました。チャンネル登録よろしくお願いします。